どうも、ハルカットです。皆さん、ラティアスとラティオスというポケモンはご存知ですか？この2体が主役の映画もあり、結構人気のあるポケモンですよね。そこで今回は、ラティアスとラティオスはトゲピーの最終進化だったという話をしていきたいと思います。手が関係ないけど、最近暑くなってきましたね。夏が来るぜ。あー、夏休み。というわけで、よかったら最後まで聞いていってください。ラティアスとラティオスはトゲピーの最終進化だった。ラティアス、ラティオスはポケットモンスタールビーサファイアで登場した純伝説ポケモンです。赤色がラティアス、青色がラティオスです。このラティアスとラティオスですが、よーく見ると体に三角の模様があることがわかりますか？この模様なんですが、どっかで見たことありますよね。そう、トゲピー、トゲチックにある模様と一緒なんです。同じ模様があるってことは、もしかしたらラティ兄弟とトゲピーには何か関係があるのではないでしょうか？とりあえず図鑑説明を見ていきます。トゲピーの説明。人やポケモンが発している優しさ、楽しい気持ちをエネルギーにしている。体の中に溜めた幸せを分けている。ラティアスの図鑑説明。テレパシーで人間と気持ちを通わせる。光を屈折させる羽毛で別の姿に変わる。ラティオスの図鑑説明。高い知能を持ち、人間の言葉を理解する。争いを嫌う優しいポケモンだ。3体とも人の気持ちを通わせるってところは共通していますよね。あと、トゲピーの進化に気になる点があったので、こちらをご覧ください。トゲピー、トゲチックが登場したのは1999年発売のポケットモンスター金銀。次に2020年ルビーサファイアでラティアス、ラティオスが登場。2006年ダイヤモンドパールでトゲチックの進化系のトゲキッスが登場。と、トゲピーの最終進化であるトゲキッスがラティ兄弟より後に登場していますよね。なぜトゲピーの最終進化であるトゲキッスを金銀の2つ後に出したのでしょうか？トゲピーとラティ兄弟との共通点と、これらのポケモンの登場順から考察してみたのですが、トゲピーの最終進化はもともとメスがラティアス、オスがラティオスになるように考えられていた。何らかの理由でその設定がボツになり、ラティアスとラティオスは単体で伝説のポケモンとして登場させた。そして次のダイヤモンドパールでトゲピーの最終進化としてトゲキッスを登場させた。とまあ、こんな感じでラティアス、ラティオスはトゲピーの最終進化だったという話でした。これが本当だとすると、はい、だがおしゃい。ちょっとでもこの動画面白いと思ったらチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。